俺参上。はい、ということでおはようございます、宇城和樹です。動画にはまだしたことなかったんですけども、実は仮面ライダーがピンポイントですごく好きでして、全部を総じて見てるわけではないんですけど、もうドハマりしたのが仮面ライダー電王で、もう仮面ライダー電王にもういろんなものを捧げて、本当にもうなんかもう家に電化メンソードとか桃太郎さんの喋るやつとか、なんかこう変身ベルトとか もう全部集めてた時代があります。仮面ライダー電王は本当に素晴らしい作品だったんです。で、仮面ライダーシリーズって結構1年ごとに全部変わっていくんですけれども、もうその1年間はもうどれだけ幸せに過ごしたか。でも絶対1年でなんか週刊少年ジャンプとかそういう漫画とかって結構こう人気があれば続いたりするんですけど、なんか仮面ライダーって絶対に1年ぐらいで終わってしまうので、まあ半年だけだったやつもあるんですけど、なんかこう回を増すごとに最終回が近づいていく感じがもうすごく心が痛くて、すごい辛い経験をしたんですけども、仮面ライダー電話すごく人気だったので、何回かね劇場版になったんですよね。で、劇場に足を運びながらもう劇場で号泣をする日々を過ごしていたんですけれども、なんかね今ローソンでこういうくじがあるんですよね。じゃん、このスピードくじ、700円以上ご購入につき1枚もらえるこの伝説のスピードくじですよ。これがね仮面ライダービルドってやつなんですよね。今見てないんです、ビルド全く。でもなんかきっとかっこいいんだと思います。いやー最近見てないな仮面ライダー。ちょっとねこれをきっかけに見ようかなと思ったんですけど、せっかく今日動画をね撮ろうと思ってヘアピンとか髪の毛のゴムとかをちょっとローソンで買ってきたので、こちら1枚もらいました。し、ローソンのスピードくじ、せっかくなんでね今からここで運試しも兼ねて開けてみようかなと思うわけです。本当にそのもう仮面ライダー電王がもうどれだけ好きだったかというと、もうね桃太郎さん、桃太郎さん、裏太郎さん、金太郎さん、竜太郎さんっていうのが、まあ、メインキャラとして出てくるんですけど、まあ、そのね、なんかデネブっていうキャラがもうすごい可愛くて、なんかね、デネブキャンディっていうのをすごく配ってるんですよ。もうデネブキャンディ私自作で作って、こう、なんか常に舐めてたんですよ、中二病だったから。でもなんかもうデネブキャンディ懐かしいな、懐かしいな、本当に。で、なんか、私オタクだからその好きな話になるとね、なんか早口になってキモくなるっていう、すごい、すいませんいや、で、マジで、あれ良かったんですよ。桜井優斗っていうキャラがいて、なんかね、その記憶となんかいろいろリンクしていて、戦うたびに記憶を失っていくんですよ。あれ？そう、戦うたびに記憶が消えていくっていう、もうなんかもろ刃の剣のようなキャラクターで、もうそんな尊いキャラがいるかという、もう尊さの塊みたいなキャラがいて、でそのデネブっていうそのイマジンっていう、なんかねもうそのイマジンっていうその何その側があるんですよ。側がね、でもうさ、でもダメだ、もう気持ち悪い。でそのデネブっていうイマジンがもう本当に献身的ね、もう桜井優斗すごい支えてて、ご飯も作ってあげて、で桜井優斗はしいたけが嫌いなんですけど、もうそのしいたけが食べれるようになるように、しいたけしいたけってすごい、はあ、尊い、なんて尊いんだろう。なんかその次に好きだったのがね、まあ、ディケイドはねすごく良かった。まあその話をまあ しつつ、とりあえず今日のメインはこれをめくろうっていうのがメインなんですよね。このセブンイレブンのスピードくじを今年の運気を上げるためにめくって、当たりが出たらもう今年の宇城和樹はラッキーなんじゃないかという気持ちです。そして今ご覧になってる皆様の運気もきっと上がることでしょう、約束しますということで、じゃあまあね早速これ開けてみようかなと思います。何が出るかな、なんか当たってほしいよね。だってタダでもらえるんでしょ、なんかヨーグルトとかジュースとか。はあ、楽しみ楽しみ。じゃあいきます。ドゥドゥン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 ドゥン。
たなかったですね。ダメでした。え、でもなんかハイパークリティカルスパーキングみたいな超かっこいい超かっこいい超かっこいい感じが当たりました。これなんだろうな。うん、わかんない。まあ今年の運勢はぼちぼちいきましょうということでね。まあそんな感じで、はい、なんか欲しかったな、なんか欲しかったな、ただでもらえるんだったら欲しかったな。まあということでね、ありがとうございました。お上手でした。まあ今年の運気もそういう感じで、仮面ライダーはすごい尊いというお話でした。あー、ちょっとよだれが出そうになりましたね。はい、ということでありがとうございました。また明日。